はい、こちらブルーパールというですね、品物でうちで扱っているものなんですけど、すいません、あのビニールで巻いてて申し訳ないんですけども、タンクのですねお股のところ、はい、擦れて曇っちゃいますね、はい、これこういうのを落とすことができます。はい、まあ、あの空拭きしても特にこう光らないんですけど、はい、これにですね、色物なので、ブラウンソフトにをつけます。はい、で拭き、ちょっと拭き上げてみましょうか。そうするとさっきまで曇ってたところがこうやって、艶が出てきますね。はい、僕のこのブルーパール割とその汚いところをよく落としてるんですけど、ホイールとか基本的にこうやって塗装面に使うものなので、本当はですよ、こういうタンクとかの塗装面をこうキュッ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 とこうやってやって、で、まあ、今紙でやってますけど、タオルとかそういうのの方がまあよろしいかなと思います。はい、こうやってタンクとかきれいにするやつなんです。で、汚れを落とすというですね、性能も非常にこう強いものですから、足回りなんかにもですね使うと非常にこう効果的面で、あります。はい、こういうプラの外装も使えますよ。はい、きれいになります。はい、そんなわけで、短い動画ですけども、バイクのですね、タンクのお股のところの曇りをきれいにしました。はい、今月のブルーパールでございます。はい、どうぞよろしくお願いします。